スティールハートは、アメリカ合衆国出身のハードロックバンド、同国 HR、HM ムーブメントの末期にデビュー。ヒット曲を量産するなど早々に開花するも、不幸事が原因で、活動停止。右与曲折を経て、2000年代から再始動したベテランの、グループ。創設者、ミレンコ・マティアビッチ2010年1981年。 ミレンコ・マティア・ウィッチラを中心に結成したハードロックバンド、レッド・アラートが前進。レッド・ツェッペリンやスコーピオンズといった有名ロックバンドのカバーを主体としていた。1990年、大手レーベル MCA レコードに売り込みが成功しメジャー契約。同名のバンドが存在したため、スティール・ハートと改名した。セルフタイトルのファーストアルバム、スティール・ハートでデビュー。 ベイビルボードチャートでトップ40を記録し、日本でも初日に3万3000の売り上げを記録するなど早々に開花。同年に初来日公演を開催。翌1991年にシングルカットされたバラードシーズ・ゴームはインターナショナルチャートで1位記録した。1992年、セカンドアルバムタングルド・イン・レインズを発表。 その後、ライブツアーを開催するも、ライブ中に、ボーカル担当のマイク・マティアビッチが、照明器具の落下に巻き込まれてしまうという事故が、発生して、大怪我を負い、長期の療養が必要となった。これによりバンドの中心人物を失い、1993年から、活動を休止をせざるを得なくなった。1996年にバンドを再編し、サードアルバム、ウェイトを発表。 マティアビィッチが療養中に様々なトラブル、苦難と戦った影響で書き上げた楽曲は全体的に哀愁的な雰囲気になっていた。また、当時流行していたグランジュ的な楽曲も多く含まれており、これまでの作風とは音楽性が大きく異なっている。この間、マティアビィッチ以外のオリジナルメンバーはすでにバンドを離脱しており、 当アルバムは、マティアビッチのソロ的側面の濃い作品であった。ライブツアー終了後、長期の活動停止期間に入る。再始動2006年、10年ぶりに活動を再開し、創設メンバークリス・リゾーラが復帰。自主レーベル、スティールハートリコーズを設立し、EP、ジャスト、エーテイストビデオ、スティールハードといった作品を久々にリリースした。2008年、 12年ぶりのフォースアルバム、グッド2バイトアライブを発表。2017年、27年ぶりの来日公演を開催。同年が秋、9年ぶりのフィフスアルバム、スルーワールズ・オブ・スター・ダストを発表。ボーカリストミレンコ・マティアビッチによる4オクターブを超える勢いの驚異的、ハイトーンボイスと高い歌唱力が大きな特徴であった。 1990年代に発表された楽曲の多くはオーソドックスなアメリカンハードロックを主体とていた。特にシーズ・ゴーン、アイル・ネバー・レット・ユー・ゴオール・ユー・アラブ等のバラード曲が特に支持された。ただし12年ぶりに発表したアルバムグッド・ニバイト・アライブでは音楽性が変化している。オリジナルアルバム EP 映像ありがとうございます。